吉岡先生、その移植手術ってのやったら俺の体完全に治るのかい？拒否反応を起こすこともあります。でもそれさえなければまた普通の生活に戻りますよ。他人の心臓か。なあ先生、隠さずに正直に答えてくれ。何ですか？先生ならどうする？他人の心臓を入れてまで生きてみたいかい？僕ならやりますよ。ありがとうよ先生。でも俺はそんなことしてまで生きていたくねえな。そんなことするぐらいなら俺は運命に従うよ。